新千歳空港に3泊して北海道グルメを食べまくる第2弾です。前編では焼き魚定食、ソフトクリーム、豚丼、ラーメン、そしてまたソフトクリームの紹介をしています。ノーザンホースパークではたくさんの馬に癒されました。今回の動画ではジンギスカン、カレーうどん、ジェラートとかまぼこ、空港内には温泉もあります。飲むヨーグルトも買いました。そして北海道といえば寿司、エビの旨味たっぷりのラーメンと30分ほど行列に並んでゲットしたパン、スープカレーからのソフトクリーム、ラストにはサクサクの天丼とジャガバターです。北海道グルメの代表格ジンギスカンで一番有名なお店ではないでしょうか、松尾ジンギスカンさんに来ました。ジンギスカンの美味しい食べ方がテーブルに置いてあります。お手軽に楽しめるジンギスカンセットも3種類 150g と 200g があるので、初心者の方でも安心して入ることができるお店だと思います。もちろん単品のジンギスカンもあります。そしてサラダとおつまみ、あと羊のお肉のソーセージなどもあります。こちらがドリンクです。そしてごちそうプリンプレミアム、これ美味しそうですね。お家で楽しめるお肉も売っています。そしてこちらには追加用のお野菜と締めのうどんとかお餅、ご飯、味噌汁なども載っています。食べたいものが決まったらこちらのタブレットで注文をします。ジンギスカン鍋がバッチリセットされています。オーダーしたのはラムリブロースジンギスカンセットと特上ラムジンギスカンセットです。お肉以外にサラダ、ライス、味噌汁、漬物がついています。夕方の5時過ぎぐらいに入店したんですが、すでにお客さんがいっぱいで賑わっていました。でもタイミングよく座ることができました。こちらが特上ラムジンギスカンセット、こちらがラムリブロースジンギスカンセットです。松尾の美味しい食べ方の通り、まずはこの溝の部分にお野菜を敷き詰めていきます。もやしを入れ始めた時点で気づいたんですが、おそらく2皿一緒に焼くと溢れてしまうので、まずは特上ラムジンギスカンから焼くことにしました。野菜を敷き詰めたらお肉を山の部分に乗せていきます。お肉が焼けているジュージューという音が素敵に聞こえています。ジンギスカンのお肉はタレに漬け込んでいるので味がしっかりついています。なのでこの鉄板の上で焼いているとブク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 ってなります。お肉を敷き詰め終わったらブク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 がすごいですが、周りの溝の部分に漬けだれを流し込んでいきます。このタレはお肉を漬け込んでいたタレなので、漬けだれとしては絶対に使わないでくださいということです。必ず火を通す必要があります。なのでこのブク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 となってるのが非常にいい感じだと思います。お肉をひっくり返すと良い感じに焼き色がついています。ジンギスカンは鍋だっていうのを知ってる人が多いと思います。なので野菜をクタクタになるまでしっかりと煮込んでいこうと思います。オリジナルの紙エプロンをつけました。バッグなどに匂いや油がつかないように袋もくださいます。全集中でいただきます。はい、こちらが鶏皿です。こちらにお肉野菜を入れていきましょう。その前にやっぱりサラダを食べることにします。真剣な眼差しで見ていたのは肉でした。湯気がめっちゃ出てます。パクもぐ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 、うん、うまい。タレが若干甘めなのかな。めっちゃ美味しいです。これはもう白ご飯を口に運ぶしかありません。パクもぐもぐもぐ。続いてよく煮込まれた野菜をいただきます。タレ自体にお肉の旨味が出ているだろうし、焼いてる肉からも油が溝に落ちていくので肉の旨味たっぷりのお野菜なのでとても美味しいです。
タレにはリンゴと玉ねぎも使ってるみたいなので程よい甘さを感じることができるんですね。続いてお野菜を取りました。すごい湯気ですね。そしてお肉も取ります。お肉と野菜を一緒に食べようとしています。熱いのでちゃんとフーフーしてから口に運びます。やっぱり白飯に合う味付けです。パクもぐもぐパク、なんと2回も続けてご飯を食べてしまいました。次にちょっと楽しみにしていたかぼちゃです。ホクホクになってそうですよね。パクもぐ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 、うん、薄いんだけどホクホクしてて美味しい。特上を堪能しましたので次は高い方のお肉リブロースをいただきます。タレがめちゃめちゃいい感じにブクブクしています。このブクブクが目の保養になるし、肉を焼いているジュージューという音がめっちゃ癒しの BGM になっています。お肉が焼けたのでいただきましょう。羊のお肉って獣臭さとかどうなんだろうなって心配な人がいるかと思いますが、特上ラムジンギスカンの方がほぼないんじゃないかなと僕は感じました。リブロースの方は高いだけあって高級な感じがします。特上ラムジンギスカンと比べると若干羊っぽいなっていう感じがするかなぐらいの感じですけど、僕は気になりませんでした。高級な美味しさがします。食べながら思ってたんですけど、ジンギスカンっていつ食べても熱々なんですよ。ジンギスカンは鍋だって言ってるのに焼肉と比べるのは申し訳ないんですが、焼肉って焼き上がった肉を一回タレにつけて食べるじゃないですか。例えば焼き上がった肉が100度あったとして、それをタレにつけるとタレの温度自体は低いので肉の温度がある程度下がるじゃないですか。でもジンギスカンの場合はもう直で食べるので熱々のまま食べます。焼肉の時に牛肉を塩で食べてみようかなと思って食べた時のあの熱い感じですね。何度も言ってしまいますが、ジンギスカンは鍋です。なので野菜がすごい美味しいんですよ。野菜はぜひ追加したかったです。めっちゃ追加したかったし、ご飯もおかわりをしたかったし、ジンギスカン鍋の溝の部分に残ったタレにうどんを入れて煮込みたかったんですけど、この後にも他のお店に行こうとしていますので追加はしませんでした。ただ純粋にこのお店で食事をするだけだったら、ご飯をおかわりして野菜を追加して、あと締めのうどんは絶対オーダーしてたと思います。このようにご飯をめっちゃ大事に大事にかき集めて口にしようとしています。まず大前提としてお肉はとても美味しいです。牛肉みたいに食べ過ぎると後でうーってなることもないと思います。すっきりとした美味しさです。何枚でもいけるという表現が合うかと思います。でこちらで食事をされた時に僕が野菜を追加したいと言った意味がわかると思います。もやしってこんなに美味しかったんだなと思いました。野菜の美味しさもとても感じることができるお鍋です。味噌汁も美味しかったです。何もかも美味しくてとても大満足でした。ごちそうさまでした。ジンギスカンを食べてその足で向かったのは函館五島県新千歳空港店です。函館にある老舗レストランの味が空港でも味わえます。ホームページを見ると函館のお店では高級なディナーをいただけるんですが、新千歳空港店はカレーとカレーうどんのお店なので比較的安心して入ることができます。初代料理長の後藤さんが長崎の五島列島出身ということで、五島手延べうどんのカレーうどんがいただけます。スープには牛と鶏があるんですが、僕がオーダーしたのはどちらも味わえる食べ比べセットです。カレーうどんが僕の前に運ばれてくるや否や、すごく芳醇なスパイスの香りがしました。さすが五島県、高級なカレーだなといった感じの香りです。そしてなんとですね、食べているところが録画されていませんでした。ですがうどんの紹介をしていきます。黒く見える器の方が牛スープのカレーです。函館産昆布、五島列島産アゴダシを使うなど和風なカレーといった味わいです。五島列島名物のアゴ天が乗っています。マイルドな辛さでした。
鶏スープはたっぷりのトマトと函館産ヨーグルトを合わせています。イタリアンなカレーといった感じ。キリッとした辛さと酸味が絶妙です。フォアグラ入りの鶏ガランティンが乗っています。どちらもローストビーフが乗っています。五島うどんには五島特産の椿オイルが練り込まれています。細めのうどんでツルツルしています。僕ジンギスカン食べた後にこちらのお店に来たので白ご飯はいらないよなと思ってたんですが、こちらのカレーがうどんでも美味しいしご飯もすごく美味しくいただくことができました。最初からカレーうどんを食べようとは決めていたんですが、牛にしようかな鶏にしようかなと迷っていたんですが、2種類の違った美味しさを味わえるこのセットにして本当に良かったなと心から思いました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。続きましてミルキッシモ新千歳空港店です。ミルクにイッシモという最上級を表すイタリア語をつけています。豊富な種類のジェラートがいただけます。ハスカップがさっぱりしていてデザートに最適です。続きまして釜江新千歳空港店です。前から気になっていたパンロールを買いました。ホテルの部屋で晩酌の時にいただきました。すり身をパンで包んで揚げてるんですね。激うまです。餃子みたいでした。エアターミナルホテル滞在中は新千歳空港温泉が利用できます。すごいくつろげる温泉でした。湯上がりに飲むヨーグルトを買ってきました。僕美瑛が好きなので美瑛物語ジャージーミルクヨーグルトです。飲むヨーグルトっていうかもはやヨーグルトでした。3日目は起きてからタクシーでコインランドリーに行きました。洗濯乾燥をしてる間に歩いて徒歩すぐのところにあるおにぎり温めますかで見て行きたかった回転寿司ホコホコ亭に行きました。11時開店で11時10分ちょっと過ぎには着いたと思うんですが、すでに一組待ってらっしゃいました。寿司10貫と味噌汁コーヒー付きで500円など平日限定のランチが非常に充実していました。お子様ランチもありますね。揚げ物などのおつまみやデザートも充実しています。握りと軍艦などもすごく充実しています。各テーブルにショートケーキがあります。まずいただくのは炙りマヨサーモンと炙りマヨエビです。全集中でいただきます。まずはサーモンからいただきます。上品に手を添えていただいております。続いてエビをいただきます。こちらは手を添えずに豪快にいただいております。こちらのランチもオーダーしました。10貫で500円のワンコインランチも魅力的だったんですが、いいネタも入っている一押し12貫ランチ税込みで1100円です。味噌汁とコーヒーもついています。マグロのいい部位も入っています。消毒をして箸ではなく手でいただきます。手で食べるっていうのはいいこと、いいことって言ってもいい行いとかじゃないんですけどいいんですよね。例えば夕食で唐揚げが出たとします。夕食で食べる唐揚げも美味しいですが、つまみ食いをした時の唐揚げの方がさらに美味しいと思うじゃないですか。つまみ食いする時って箸なんか使わないで手で食べますよね。手で食べるってそういうことなんです。タコ、ホタテ、トロ、サーモン、しめ鯖をいただきました。ここで味噌汁をいただきます。すごく美味しいです。僕が今回北海道で飲んだ味噌汁の中で一番美味しかったです。僕の好きな青さもたっぷり入っています。続いてカツオです。皆さんに聞いたわけじゃなくて僕が見た限りなんですけど地元の方が多かったと思います。地元の方に愛されて開店してすぐに満席になるってすごいですね。ネタが美味しいしシャリも美味しいんですよね。北海道から遠く離れた宮崎から来た僕の口にも合うシャリです。カツオ、マグロ、赤身、イカ、甘エビといただきます。
ちょっと迷ったんですけど卵焼きも手でいただきました。カニの軍艦をいただきます。そしてこっからなぜか箸でいただきます。縁側ですね。こちらはネギトロです。手と箸で食べましたけど手の方がね食べやすいですよ。こちらが12貫目のマグロのいいとこです。噛むほどに美味しいです。口の中にねっとりとしたうまさが広がっていきます。生サーモンとイクラを追加しました。イクラです。噛むほどにイクラの油が口の中に広がりますね。大人の納豆巻きっていうのがあったのでオーダーしました。シソが入ってるようには見えますがなんか大人のっていうから辛いのかなと思ったけど辛さはなかったような気がします。締めは激うま味噌汁です。めっちゃ大事に飲んでたんですけど今思えば味噌汁追加でもらえばよかったですね。めちゃめちゃ僕の口に合うホッとする味の味噌汁です。腹がはち切れるまでは食べていないんですが大満足して2人でたったの税込み3344円でした。ごちそうさまでした。食後のコーヒーもいただきました。コインランドリーで洗濯物を畳んでリュックに詰め込んで北北亭の前をまた通ってこの川を渡ります。カモがいました。橋を渡ってすぐ左折をしてまっすぐ15分かからないぐらいで千歳駅に着きます。快速エアポート自由席で新千歳空港に戻ります。続きまして美瑛専科新千歳空港店です。僕美瑛が好きなんで美瑛専科も好きなんですよ。4年前に美瑛に行った時に美瑛専科でジャガバター食べたんですけどとんでもないうまさでした。ということでホームページで調べたら焼き上がりの 2,30 分前から並び始める人が多いようですと書いてあったので30分前に行ったらすでに大行列だった美瑛専科のコーンパンをゲットです。土曜と日曜に行列見てすげえなと思ったんですけど月曜日なら大丈夫かなと思ってましたがとんでもなかったです。曜日は関係なく行列はできるようです。割ってみると高温の量が凄まじいですね。10年前に美瑛に行って美瑛の畑でトウモロコシを思い出その場で食べたんですけどその時食べたピュアハワイトの感動は今でも忘れません。コーンパンと一緒にこのポテチも買ったんですけど僕はこのポテチの方が好きです。めっちゃ美味しいです。続きましてエビそば一元新千歳空港店です。新千歳空港で行列ナンバーワンのお店です。エビそば一元は初めて食べた時に感動して3年前にはすすきのの近くの総本店まで食べに行きました。その時外国人の方がいらっしゃったんですけどお店の方が英語で対応してらっしゃってさすが観光地にある有名店だなと思いました。僕がオーダーしたのはエビ塩です。チャーシューと煮卵あと赤い粉が乗ってますね。これはエビ風味の天かすです。紅生姜にエビの風味を練り込んでカリカリに揚げた天かすです。こちらはエビ味噌です。見た目の違いはあまりないですが味噌の方が若干茶色が強いと思います。全集中でいただきます。エビと塩の海の風味エビ塩です。濃厚なエビがガツンときます。麺も美味しい。麺にスープがよく絡んでいます。まだ3回目のエビそばですが北海道に帰ってきたなーっていう感じがします。
北海道といえば味噌ラーメン、エビ味噌です。こちらも塩と同じくエビがガツンときます。エビ塩とエビ味噌の違いは、味噌の方が甘みがあります。チャーシューは僕の好きなとろける上質なバラ肉のチャーシューです。口いっぱいに広がるチャーシューの旨味がエビの風味のスープとよく合います。エビそば一元は基本的に行列ができていますが、たまに待たずに入ることができます。この時は待たずに入ることができましたが、すぐに満席になりました。食べ終わった時には再び行列ができていました。初めて食べた時には行列に並んで食べましたが、行列に並ぶ価値のある味です。今回もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。一旦部屋に戻って飛行機を眺めています。温泉に入ってから18時過ぎに夕食を食べるために再び空港へ出かけました。続いて東和コーヒー館新千歳空港店です。コーヒー屋さんなのでコーヒーソフトを食べました。僕的にはここのソフトクリームが一番美味しかったです。夕食に行きたい店は決めていたんですが、コロナの影響で時短営業をされています。閉店時間が8時とか9時とかの店が多いんですが、夜の7時の段階で閉まっている店がほとんどでした。これは平日だったからかもしれません。ということでホテルの1階の入り口から近いローソンで買ってきました。焼きそばとおにぎりとリボンナポリンとスコールサワー濃厚バナナ、唐揚げくんの明太子味です。ハスカップのジュースはハスカップ屋さんで買ってきました。この焼きそば裏切りのいっぱいって書いてたんですけど、なんじゃそれと思って買ってきたんですが、糖質オフの焼きそばでした。普通に美味しかったです。スコールホワイトソワ濃厚バナナです。バナナの香りがすごいです。すごい美味しかったんですね。グッドサインめっちゃ出しています。おにぎりは安定のシーチキンマヨネーズです。唐揚げくんのメンターマヨです。この素晴らしい夜景もこの日で最後になりました。3泊目の夜です。紹介し忘れていましたが、エアターミナルホテルでもプラズマクラスターの空気清浄機が活躍しています。この日だけじゃないかもしれません。土日もやってたのかもしれませんが、奥の方で工事をやっていました。スープカレー専門店ラビ新千歳空港店です。店内は南国バリ島をイメージしています。高貴な色の紫の壁に大きい絵が飾っています。この手作りの説明書が嬉しいですね。僕がオーダーしたのはコリコリ肉付きやげん軟骨と野菜カレーです。おすすめって書いてあったのでこれにしました。辛さは5にしました。市販のカレーでいうと辛口ぐらいの辛さだそうです。こちらは一番美味しそうだなと思った角煮と野菜カレーです。辛さは0番から50番まであります。辛さをどんどん辛くしていくと通常お金がかかると思いますが、ラビでは無料でどんどん辛くできます。新千歳空港最終日全集中でいただきます。まずは香りをいただきます。とても良い香りです。最初にカレースープだけいただきました。辛い。辛さ5にしたんですが、すごい辛かったです。3ぐらいで良かったかなと思います。
でも辛いけど美味しいです。ご飯をスープに浸していただきます。カレーが辛い分ご飯の甘さが際立ちます。人参です。僕人参嫌いなんですが、いつもは嫌な甘さが美味しかったです。かぼちゃも甘くて美味しかったです。じゃがいもは丸々1個入っているので半分に割って食べました。ブロッコリーがめちゃめちゃ美味しかったです。ブロッコリーカレーがあればいいのになって思うぐらい美味しかった。100円でトッピングができます。次行ったとしたら2個ぐらいトッピングしようかなって思います。僕普段は野源軟骨って好んで食べないんですけど、おすすめって書いてあったんでこれにしたんですけど、おすすめするだけあってすごい美味しかったです。コリコリした軟骨がすごい香ばしかったんですよね。おすすめです。最後に大事に取っておいたうずらの卵を食べました。ごちそうさまでした。お皿の底にはラビのマークが載っていました。南蛮菓子北海道牛乳カステラです。有名なシェフが作ったカステラが食べれます。こちらでは北海道牛乳ソフトをいただきました。おいしい。カステラも買って家でいただきました。展望デッキにやってきました。出発するところをカメラに収めようとしてるんですけど、これ結構ねすごいんですよ。この時点では全然気づいてないんですけど、通常通りの出発の風景かなと思いますが、ここからあの押す役目の車をつけたまま前進するんですよね。あの車が引っ張ってると思うんです。これはどこまで行くんやろかいと思って見てたんですが、おそらく修理かなんかのためにドックに入っていくところだったと思います。新千歳空港で食べる最後のご飯はエビ膳です。ものすごい種類のメニューがあります。海鮮丼も種類豊富でめっちゃ美味しそうです。こちらのお店に決めたのはジャガバターを食べるためです。刺身の船盛りもあります。人気ナンバーワンは特選海鮮ちらし、ナンバーツーが特選天丼、ナンバースリーは天丼海鮮ちらしセットです。壁にもめっちゃメニューが貼っています。僕がオーダーしたのは大エビ天丼です。マグロとホタテの刺身とサラダと味噌汁がついています。こちらは目的の品ジャガバターです。何回か言ってますけど、ジャガバターにイカの塩辛めっちゃ合います。札幌場外市場で食べた時度肝抜かれました。新千歳空港最後の食事も全集中です。まずはマグロの刺身からいただきます。ねっとりしていて美味しい。次はホタテです。ホタテがね甘くて美味しかったです。日本一周が長旅だったんでお腹壊したらいけないなってことで、生ものは3日目に食べた回転寿司だけだったんです。新千歳空港内には海鮮丼とか寿司とか美味しそうなお店がすごいたくさんあるので、次行った時には海鮮丼とかお寿司を食べまくりたいです。大エビ天丼にはナスとゲソ、あとピーマンの天ぷらも入っていました。主役はもちろんこの大きなエビです。僕この大エビ天を食った瞬間度肝を抜かれました。このお店については事前に何も調べてなくて、ジャガバターとイカの塩辛のセットがあったので入ったんですが、たまたまオーダーしたエビ天が激うまでした。天ぷらがめちゃめちゃサクサクしてます。なのにタレの味もしっかりついてるんです。とんでもねエビ天丼に巡り合えたなと思いました。美味しい。ジャガバターとイカの塩からいただきます。ジャガイモの糖質にバターの乳製品のまろやかな感じと、
ちょっとした塩味、そこにあのイカの塩辛がドカーンとくるんですけど、見事にマッチしてます。こちらのピーマンもこのナスもこちらのゲソもどれもサクサクして美味しかったです。厨房からは常に天ぷらを揚げている音が聞こえてくるんですよ。多分有名なんでしょうね、天ぷらが。またこちらのお店で食事をすることになった時に、海鮮丼もすごい魅力的なんですけど、多分僕はまた天ぷらを頼むと思います。ほんとすごいエビ天でした。最後に味噌汁をいただきます。ごちそうさまでした。自分へのお土産で買った北海道グルメです。北海道牛乳カステラ買いました。レンジで10秒ほど温めると牛乳の風味が増すそうです。僕牛乳嫌いですけど、牛乳の風味を増して食べました。美味しかったです。木の手屋で買った北海道ミルククッキーです。素朴な感じかなと思ったんですけど、すごい上品な美味しさでした。白い恋人です。白い恋人の包装紙ってめっちゃかっこいいですけど、中はなんかすごいレトロですよね。普通の白い恋人とチョコレートバージョンの白い恋人が入っている豪華バージョンを買ってきました。何度も食べている三宝六ですが、また買ってしまいました。やっぱ美味しいですよね。北海道チーズおかきです。こちらドライチーズが入っています。おつまみに最適です。あとイカ足チーズ、これもつまみに絶対合う見た目してますよね。こちらトバプスです。サケトバのチップスです。新千歳空港にはグルメがたくさんあるので、あと5泊ぐらいはできるかなと思います。とても楽しい3泊4日でした。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。日本一周もうちょっとだけ続きます。次回は大荒れの太平洋フェリーです。よろしかったらチャンネル登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。